あゆみちゃん、天神小学校が崩壊し、私たちが現世に戻ってきてから2ヶ月が過ぎた。いや、これでいいの？おかしいな。都市伝説掲示板の噂では、これをやった直後に地震が起きて神隠しに遭う危険ありって書いてあったのに。ちょっと、そんなのに付き合わせてたの？ひどい。ごめんごめん、これでみんな離れ離れにならずに済むよ。幸子を失ったあの空間からは、幸せの幸子さんの効力も消え、迷い込んだ聖者を閉じ込めて残酷に命を奪う呪いの学校を消滅させられたのは良かったけれど、私たちは友達と先生の命とその生きた証、存在までもが奪われてしまった。聖子はいたんだよ。どうしてみんな分かってくれないの？そんな子いないのよ。さあ、薬を飲みなさい。弾みに手を出したオカルト儀式のせいで出血多量の大怪我をして、何週間も入院を余儀なくされてしまった。昨日退院してから初めて登校した如月学園。校門前で私は校舎を見つめて身をすくめた。この門をくぐれば鈴本さんや由衣先生たちのいない現実を嫌おうなく思い知らされるから。篠崎、みんな。
この世界で心の底から分かり合えるのはこの5人だけ。存在の消えた4人のことは共有できるから。おかえり隊員、おめでとう。おう篠崎、やっと出てきたか。篠崎くん。篠崎、おかえり。うん、ありがとう。あゆみお姉ちゃん、大丈夫ですか？ありがとうゆかちゃん、大丈夫よ。おかえり、委員長。中島さん。この時、私は天神症のあった多重閉鎖空間どころではない、現実のこの世界に。幸せのみんなおまじない好きだよね。またなんか新しいの仕入れなきゃ。ママ、今日は早番だといいな。お腹空いちゃった。ママ。呪いは拡大しつつあったことに。
変死事件がまた起こりました。死亡した中学生の佐久間凛さんは背骨が折れた状態で発見されており、まったく転んだ拍子に落ちていた刃物でああも大怪我するなんて、一体何をしていたの、あゆみ。日の絵みたいにまた幽霊がどうのとかオカルトまがいなことをしてるんじゃないでしょうね。ほっといてよ。もういつものこととはいえ、日の絵もどこへ行っているのやら。うちの娘たちは親に心配ばかりかけて。忌まわしい記憶。ゆみちゃん、生きるのよ。お姉ちゃんはいつもあなたの心の中にいますよ。ダメ、委員長、逃げるのよ。離してよ、離して。失われたみんなの存在を取り戻すため、篠崎幸子と天神症の呪い、その根源を追う私と中島さんの前に取り壊され、この世に存在しないはずの篠崎義江と幸子の成果が現れた。その地下にあった古代の本ブックオブシャドウズで黒魔術を試した私は、夢かうつつかもわからない恐ろしい事態に襲われて瀕死の重傷を負ってしまったのだ。どうしてあの場所がわかったのかは知れないけれど、飛び込んできたお姉ちゃんが私をかばって、結局私は何もできず、ただ犠牲を増やしただけだった。死んじゃえばよかったのに、私なんか
いいぞ、死ね。死ね。死ね。なんだよ、やめるなよ。そのまま死ねよ。誰？死んでくやつが俺の名前なんて興味ねえだろ。嘘ばっかだな、お前の反応。それが嘘だろって言ってんだよ。本心はどこだ、クソ女。殺したいんじゃなくて助けたいんだろ。苦しんでるてめえをよ。八つ当たりしてねえで動け、甘ったり。誰も助けちゃくれねえぞ。誰よ、何なのよ、何しに来たのよ。誰でもねえさ。嘘ついたまま本当に終わっちまっちゃう。つまんねえぞ。確か篠崎の家はこっちだったよな。ん？変わった格好のやつだな。天神将も崩壊し消え去った今、罪滅ぼしに私に何ができるのだろう。うん、さあトシ、お前今日弁当だよな。屋上で食おうぜ。ああ、そうだな。今日は天気も良さそうだし。おお、すごい空だな。雲が全然ない。秋晴れだな。この辺で食べよう。しかしなんか妙に軽いな、弁当箱。よしき、今日は何だ。時間あったから揚げ物にした。相変わらず何でも作れるな、お前は。俺んちは昨日の残り物とかだよ、多分。いいじゃねえかよ、この幸せもんが。そうなのか。母さん。あら、こんなところでご飯なの。今日は晴れてるし、一層おいしく食べられそうね。確か、庭クオン先生だっけ。あ、クラスメートの話によると、俺たちが天神小学校から戻ったあの日からちょうど半年前にこの学校に赴任してきた先生らしいが、
俺たちにその記憶はない。俺たちにいた世界では結衣先生という別の先生がその立ち位置だったんだ。だからこの久遠先生には悪いけど、天神小学校から生還した俺たちはみんなこの事実に違和感を感じていた。サトシ君、ご飯がないの？何が食べたい？え？好きな食べ物は？え、あの、カツ丼？からかわれたんだよ。仕方ねえな。俺のエビフライ一本やるよ。うれ。本当か？悪いな。あーん。内田さとし様ですね。え、俺？お食事をお持ちいたしました。大丈夫？今出て行ったの篠崎か？ナミ、どうしたんだ？委員長、なんだか思い詰めてるみたい。私たちでフォローしてあげた方がいいかも。お前もだよ、ナオミ。無理していないか？大丈夫。辛いのは私だけじゃないし、私一人甘えてられないもの。委員長、変な気起こさなきゃいいけど、はあ、はじめまして、
あら、そっくりですね、お姉ちゃんと。あなた。私は山村未来、あなたのお姉ちゃん日の江と共にウィッカインスティテュートという精霊崇拝組合に所属しているものです。お姉ちゃんの？はい、これはお見舞いです。ご両親は今いらっしゃらない？お買い物に行っています。そう、お父さんもお母さんも彼女が命を落としたあの日、あなたを追って旧篠崎家跡地へ向かう前に、日の江は私に最後の連絡をくれていました。お姉ちゃんが？きっと自分の運命を理解して、そして受け入れていたのね。精霊は人の四季を教えてくれるの。その分できる精一杯の行動と覚悟が持てる。彼女は立派だったわ。あゆみちゃん、日の絵の意思を伝えるわ。黒の本ブックオブシャドウズを取り戻しなさい。あの本が心ない者の手に渡れば、この世は混乱の淵に落とされてしまう。私たち WI は精霊と心を通わせる、自然の意思にただ沿おうとする白魔女の組合。ご両親の反対を押し切って篠崎家から飛び出した日の絵は、今さら関わるのをためらっていたのだけれど、近年その存在を感じるようになってずっと気にしていたの。私とウィッカの仲間で調べたけれど、篠崎よしえと幸子の屋敷跡地にはなかったわ。さら地だったはずのあの場所に焼け焦げた家の梁や瓦礫が現れていて驚いたけれど、けれどあの場所からは消えても感じるの。存在はまだ残っている、この世のどこ。この町にあなたや篠崎よしえと同じ篠崎家の血筋の方が住んでいたのは知っているかしら？覚えている名前だわ。よしえの家の地下室にあった篠崎の家系図、よしえの上に並んでいた彼女の母の妹、おばにあたる人。その牧野さんの家に行けば、何か黒の本を取り戻すための手がかりが残されているかもしれない。私たちは霊に対する感受性が強すぎて部屋に入ることもできなかったわ。何が起こるかわからないけれど、日の絵の意志を継ぐ強さがあるのなら頑張ってみなさい。お姉ちゃんの意志。ご苦労様。これでいいのね？お前らが息をしているだけでこっちは虫唾が走るんだ。殺さないでやるからさっさと消えよせろ。
世の中アホばっかり。篠崎日野、簡単に死にやがって、くっそ使えない。下連雀南団地、ずいぶんボロボロ。これは何かの事情で取り壊されないまま放置されているのね。管理されているのかしら。確かに足音がしたのに。あやれ。
ってくればよかった、我慢しなきゃ。すみません。携帯？こんな時に、誰これ？もしもし。ナイク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 。何これ？あれ？壊れたかな？やだ。もう。開いてる。すみません。怒りっぽい。人が住まなくなってから何年ぐらい経っているんだろう。お邪魔します。靴脱いだ方がいいかな。おかえり。あ、今、人の声が。あ、そうだ。篠崎芳恵の家に行った時の教訓を生かさなくちゃ。今回は、ちゃんと用意したんだから。お姉ちゃんが研究のために使ってたボイスレ。2008年。11月10日午後7時48分私は大丈夫、頑張れる。あの学校とあの家をくぐって。水は出るのかな。大きな音で水が流れ出しても怖いな。なんでこんなにおしっこしたいんだろう。体調のせい。ダメ、このままじゃ漏れちゃう。え？私まだしてないのに。あ！何これ？血！
田さんの話だと篠崎牧野はすでに亡くなっているってことだけど、生活用品とか当時のままみたい。篠崎牧野が亡くなった後、誰もここに入らなかったのかしら。やっぱり怖いよ。やはり篠崎牧野の家で間違いないよね。私は大丈夫。ダメ。やっぱり帰りたい。怖い。手がかりって言ったって。見当もつかないけど。マキナさんの遺品をできるだけ。
これを持って帰る。開かない。泣く。篠崎、おい、しっかりしろ。院長、無事でよかった。みんな。篠崎、なんでお前一人でこんなことしてんだよ。私がやらなきゃいけないことだから。何？岸沼。
サトシ？ヨシキに任せよう。私が始まりだから。始まりって何のだ。全部全部私が悪いの。私のせいでみんないなくなって。悪いって何が。私が幸せの幸子さんなんて面白い。持ってきたせいだよ。全部私が。まさかお前一人で全部の責任を背負い込んでんじゃないだ。なあ、俺たちは仲間だろ、篠崎。うん、じゃあよ、頼れよ。一人で突っ走んなよ。いいか、今ここではっきりさせといてやる。あんなもの絶対お前のせいなんかじゃねえんだよ。死ぬまく。お前は悪くない。だからそんな風に自分を責めんな。死ぬまく。少なくともここにいるみんなそう思ってる。ああ、ヨシキの言う通りだ。そうだよ委員長、もう一人で抱え込まないで。私みんなをもう巻き込みたくないから。私ったくバカだな。お前はよく頑張ったよ。バカってひどいな。あ、いや、だからよ。ありがとう。こうなってしまった以上、残された俺たちはみんなで受け入れるんじゃなく、ああ、少しでも良くしていくためにできることをする。気持ちはみんな一緒だよ委員長。あなたは何もできなかったなんてことはないわよ。篠崎あゆみちゃんね、無事でよかったわ。あなたは。篠崎、お前がヤバいところに向かってるって、この場所を俺たちに教えてくれたのは丹羽愛子さんだ。ごめんなさいね、いろいろと調べさせてもらったわ。私は情報や霊能関係に詳しいの。篠崎日野江さんの妹さんなら、そうね、さえのきなほちゃんの友達といえばわかるかしら。え、なほさんの？お姉ちゃんのことも知ってるの？え、あなたのお姉さん日野江さんはこちらの世界では有名人だったわ。あゆみちゃん、その右手、開か…お？はい。あ？見せて。無理に開ける必要はないわ。きっと時期が来たら自然に開く。その時を待ちなさい。
あら？これは？気になる箱ね。これも開かない。なるほどね。ものすごい霊力。これはすごいわ。今晩預かっていいかしら。うちに戻れば開けられるかもしれない。まあ、今日はもう遅いから、詳しい話は明日させてもらうわね。放課後、会いに行くわ。どうして？なんで私の手の中に。